い、こんにちは、五代目仁です。ただいまライブができなくて絶賛大へこみ中の俺なんですが、今日はね、本当は外に行って動画のネタでも一本撮るかなっていうふうに思ってたんですけど、あいにくの雨っていうことで室内での動画にすることにしました。で、新しい試みなんですが、新しい試みで、まあ好評だったら第2弾第3弾を考えてやっていこうと思ってます。まあ、お国言葉っていろいろあると思うんですが、福岡ではね、大きく分けて4地区で分かれています。北九州、北九州、福岡、筑豊、筑後っていうような感じでね、大きく分かれて4地区に分かれてます。で、まあ福岡みたいに、福岡っていうか、まあ、博多の方ですよね。まあ佐賀も熊本も長崎もそうですけど、倍、語尾に倍とか体とかつけるんですけど、北九州の人間はそこまで使わない、まあ、独特な言い回しをする、北九州で、その お国言葉をね、ちょこっと今回は皆さんに、北九州に親しみを持っていただきたいっていう思いで、ちょっと第1回っていうことで、やってみたいと思います。じゃじゃん。じゃあこれじゃない、これだ。祝第1回北九州弁講座ナンション。これね、ナンション、むっちゃ使えます。これ北九州の人ね、むっちゃ使うんですよ。これ鬼のように使います。鬼かっていうぐらい使います。本当にちょっとカメラ動かしますけど、鬼のように使うナンション、ね、ローマ字にもナンション、まあこういう言い方する人、まずいないですけどナンション、ね、これはね、よその土地でも使われているのはもう僕も耳にしてます。北九州だけじゃないっていうのは僕は耳にしてます。はい。で、北九州はなんで、俺はなんでこの言葉を選んだかっていうのは、北九州はね、まあ、特別このナンション使うんですよ。あらゆるとこで使う言葉、ある意味万能薬みたいな、これさえ覚えておけば、まあ、どうにかなるかみたいな言葉の一つです。はい。まあでもね、親しくないとなかなか使わない言葉ですけど、親しい間柄じゃないと使わない言葉ですけど、でもかなりの頻度で使われます、ナンション、これね。で、まあ例えて言いますが、まあ駅としますよね。駅で何年かぶりに学生時代に親しかった友人と会ったとしますよね。そういうシチュエーションがあったとしますよね。そしたら、まあ、関東っていうか、そっち側の方では元気、久しぶりっていうふうに言うと思うんですが、北九州の人違います。もう出っ放から、お
お前何しよんっていう風な言い方します。おう、お前何しよんです。まあこの場合はこの何しよんっていうのは、あ、元気かっていう風な言い方でになるんですけど、で言われた相手、おお前何しよんっていう風な言い方を返すわけです。質問に対して質問で返すっていう使い方をやります、北九州の人。まあ大体ね、この言葉を使うときに大体ジェスチャーをちょっと使うんですが、それを相手が見ながらこの言葉を出すんですが、おお何しよん、おお久しぶりっていうのは分かるんで、おお前何しよんっていうふうに言い返すわけです。でまた、そうやって何しよんって言われたら、おおでお前何しよんって聞くわけです。この次の何しよんは、お前仕事何してんのっていうふうな意味で使われることが多いです。お前何しよん、ああ俺そこで、働きよ、でお前何しよんっていうふうに聞き返す、絶対聞き返します。はい、何しよんで、何しよんのまあラリーですよね。これはかなりやられます、北九州の人かなりやります。親しまれている言葉です。まあもしね、北九州に来ることがあった、万が一ですよ、北九州に来ることがあって、まあ街角で人物観察かなんかこう30分ぐらい経って、まあずっと見てたら、まあ高い確率、かなり高い確率で聞く言葉です、何しよん。僕もよく使います、何しよん。まあ近所のおばちゃんにもな、聞きますもんね。近所ですよ、近所のおばちゃんに会った時に、おお何しよん、まあ近所ですね、何しよんもクソもないと思うんですか、何しよんってやっぱ聞いちゃうんですよね、口癖みたいになってます。もうで、僕が今まで経験した中で一番面倒くさかった何しよんの例を挙げると、スーパーでね、スーパーですよ、買い物来てるっていうことですよね。で買い物カゴを下げて、でスーパーで久しぶりに友人と会ったと、おお何しようお前って聞かれるわけですよ。で俺気がついて振り向いて、おおお前何しようってやっぱ聞き返すわけですよ。だから僕を見て向こうはまあ元気そうだなっていうのが分かるんで、何しようってやっぱ僕も聞き返す、向こうも元気そうだね、スーパーですから健康が悪かったら来ませんから、スーパーなんかで、何しようってやっぱ聞き返すわけですよね。でお前何しようっていう風な聞き方するわけですよ。何しようって聞かれても、スーパーであったんですよ、スーパーであったら買い物以外ないじゃないですか、でも聞くわけですよ、何しようってみたいな、こんなイントネーションで、いやお前何しようっていう風に僕も返すわけですよ面白いでしょ。お互い買い物に来てるのに何しようって聞くんです、独特なんですよね、北九州の言葉って。親しい間柄になると余計にそういうお国言葉が出ます。はい、で何しようって聞かれるから、お前何しようって聞き返すわけですよね。おお俺ね、あ俺元気よ、お前何しようで、また聞かれるわけです。この何しよんの3回目の何しよんは、仕事何してんのっていう意味が、まあ、多分に含まれています。はい。ああ、俺も今働けるけど、お前何しよんっ
やっぱこうやって聞き返すわけです。で向こう側が仕事、まあ会社員なら会社員で、まあそうやって言うとしますよね。まあ俺はあの、まあ、会社で働くよっていうふうに今返すとしますよね。で何しよう、また聞くわけですよ。いや買い物だ、今日の夕飯の買い物って言いたくなるわけですよ。見たらわかるでしょみたいな、買い物かご下げてるんだからっていうふうな感じで、で僕もやっぱ返すわけですよね。うん、お前何しよう、でまた聞き返すわけですよ。なら向こうも、おうおう俺もちょっと買い物買い物って分かっとうって言って、分かっとうってそれぐらい分かるって、ここスーパーやし買い物、わそれは分かるって、お前何しよう。このナンションは、まあ、体大丈夫かみたいな意味も含めて、まあ、体触りながら、お前ナンション、まあ、大丈夫みたいな感じで聞く場合があります。だから、北九州の人間にとって、このナンションっていう言葉は、万能薬みたいな、セイロガンみたいな言葉です。ただ、親しくないと、さすがに使わないので、親しくない間柄で使うと、え、慣れ慣れしいっていうふうに思われちゃうんで、そこら辺を使うときはちょこっと気をつけてください。何しよう、これはねかなり高い確率で聞かれます。あと面白いのが、映画館行っても、映画館に行ってるんですよ、映画館に行ってて見に行く映画だいたい決めてるのに、あ何しようとか言うんです。お前も決まってるでしょって、見る映画決まってるんでしょって言いたくなるんですけど、やっぱりこう条件反射で、うん、何しようかっていう風にな言い方もしますよね。ちょっと変形型ですけど、まあ第1回目に選んだ言葉はナンシオン、ナンシオンですよね。この言葉北九州の人はよく使います。まあ覚えてて得はしません、全然得はしませんけど、まあないよりがマシかみたいな感じで、聞いててくれたらありがたいなと思ってます。これがもし好評なら、この動画が好評なら第2弾考えてます。第2弾の言葉考えてます、もうすでに。まあまあ使うとしたら、第2回使うとしたらブチクラス、北九州の人間よく使うんでブチクラス、まあ、柄が悪いですよね。ブチクラスっていう言葉を第2回に、まあ好評だったら、そう第2回はブチクラスを話していきたいと思います。ブチクラスって、これはね本当はね曰く付きの言葉で、J リーグありますよね、サッカーの J リーグで禁止用語になった言葉です。うん、これを方言を禁止するってありえますか？ないですよね。でも J リーグでは使ってはいけないっていう風になった言葉の一つがブチクラスです。だから第2回もし、第1回のこのナンシオンが好評だったら第2回ブチクラス、これをやってみたいと思います。今回は、北九州弁祝第1回北九州弁講座、あなたも北九州人になれる、パフパフペペ、ナンシオン、ナンシオンをお送りさせていただきました。くだらない動画になったと思いますが、お付き合いいただきましてありがとうございました。じゃあね、五代目ジンでした。生ライブやりたいけどできませんでした。へこんでます。
では次回またねー。